起業したいけどお金がない人が成功するための秘訣とは。こんにちは、三浦弘樹です。あなたがですね、やっぱり起業したいというふうにですね思った時に、でも一方でねお金がないっていうね、そういう状況もあると思います。でやっぱり僕自身もたくさんのねそういった人を見てきて、でどういった人がねそういったお金がない状況で成功していくのかっていうですね、そういったことをねいろんな方を見てきて、思うことがありますので、今日はねその動画をね撮っていきたいと思います。でまず大切なのはやっぱり情熱ですね。やっぱりその情熱がやっぱり人を動かしますので、そのお金がないっていうのはやっぱりそのね人から応援されるということも非常に大切なスキルになってきます。ただ一つねここで履き違えて、はいけないのは、その情熱ね、人から応援をされるっていうところは、そのなんていうのかな、こう媚びを売るっていうところもね良くなかったりとか、結局そのじゃあその援助こうね応援してもらうっていう中でも、やっぱり自分が頑張らないといけない、自分が本当のね力をね、身につけないといけないんですね。でやっぱり僕自身もその頑張っている人だったりとか、本当にねやる気がある人をこうねと一緒に、ね、こう三浦さんの話聞きたいですっていう時にね、一緒にね受講生とかね、ご飯をね食べに行くことっていうのはありますし、そういったね、自分よりもね年下の方とそういうねご飯行くこともたくさんあります。でもちろんねやっぱりごちそうおごる、僕も年上とかね先輩っていう立ち位置でね、ごちそうすることっていうのはたくさんあるんですけれども、やっぱりそれにこう甘んじてですね、やっぱりその、金魚の糞のようにねなっちゃいけないなっていうふうに思います。でやっぱり僕はね結構その自分よりも稼いでる人にねおごるっていうねマインドセットを持ってますね。で、やっぱりそのお金がないっていうところで、やっぱりお金がないんだったら、そのそれ以上にやっぱり手を動かすっていうことが必要になってくるんですね。で例えばじゃあ皆さんね集客するためにどうやったらね集客するかっていうと、一番手っ取り早い方法っていうのはお金をかけて広告費をね投入して、集客をするっていうのはね一番ね手っ取り早い集客方法でありますが、実際にねじゃあそのなかなかねお金をかけて広告とか打てない人もいますよね。お金がね起業したいけどお金がないっていう人は、じゃあその分やっぱり手を動かさないといけないですよね。でお金がないのも手を動かせばねやっぱりカバーできるんですね。でやっぱりお金がない人、特にねやっぱりやっていただきたいのは、これはねお金がないからこそ学びに対して投資するっていうことですね。でやっぱりそのお金がない人っていうのは、その学びに対してこう投資をできないとか投資したくないっていうふうに思うんですね。でも例えばあなたがねお腹を空かしていたりとか、それこそね、こう何かパンを買いたいとかね、ラーメンを食べたいって思っても、そのパン代とかラーメン代をねケチってでも、あなたがこうね、よりステップアップしていくための本を買うとかね、教材を買うとかね、コンサルを受けるとかね、やっぱりそういったことにね、やっぱりどれだけねお金がない状態で投資できるかっていうのが、本当にすごく大切になってきます。でやっぱりこう学びっていうところが本当に人生っていうのが変わっていくんですね。でやっぱり僕も本当に過去を振り返っても、どれぐらいねやっぱり投資したのかね、学びに対して投資したのかっていうのはね分かんないレベルでねやっぱり投資してます。でもちろんそういうふうにねやっぱりこう稼いでも稼いでもねやっぱり学びに投資していくので、すごくねやっぱりキャッシュ的にね厳しいっていうね時もたくさんありました。でも結局その自分の投資がねやっぱり最高のリターンを得るっていうふうにねよく言いますけれども、やっぱりそのお金がね例えばね銀行の、銀行口座の残高がなかったとしても、やっぱりその自分に対してだったりとか学びに対して投資をすることによって、やっぱりいつでも生み出せるっていう、そういった自信だけはねやっぱり残っているんですね。でそれがやっぱり最大の財産になってくるというふうにね僕は思っていますので、本当にやっぱりお金がない
からこそやっぱり投資をするっていうねところだったりとか、まあね、あのやっぱり結局お金がないのに成功するっていうのはやっぱりね、まとめますと、まあ、情熱だったりとか、もう手を動かすとかね、やっぱり学びに対してね、それでも投資するっていうね、まあ、そういったスタンスで、どんどんねやっていただければ、あのだからね、今お金がなくても必ずですね、あの成功することができますので、まあ、ぜひね、そういった意識を持ってね、しっかりとやっていただければなというふうに思います。では今回の動画は以上となります。ありがとうございました。